どうも、有美さんです。はい、ということで、皆様、明けましておめでとうございます。実は、りみちゃんに新年一発目にあげた動画は、12月の末に撮ってた分だったので、実は年を明けてから2018年になってから、今初めて動画を撮りました。ちょっと遅すぎるんですけども、新年明けましてよろしくお願いします。あれ、新年明けましておめでとうございます。今年も、1年よろしくお願いします。はい、ということで特にやることがなくて、ただ単純に新年のご挨拶をと思って動画を撮っただけなんで、そんなにすることがないんですけれども、まあせっかくなんで一人でちょっとチョコでも食べながら、今年の目標とかなんかそういうお話でもぐるっとちょっと雑談でもしようかなと思います。ほうや、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、年賀状が事務所に届いてました。受け取りました。ありがとうございます。去年もそうなんですけど、絵を描いてくれたりとか字を書いてくれたりとか、すごい嬉しかったです。毎年本当に年賀状をくれてありがとうございます。全部一つずつ大切に読ませてもらいました。年賀状たくさんありがとうございます。はい、ということで今年の目標か、目標、今年私年女なんですよ。なので年女ってでも何するんですかね。年女らしくワンダフルでオンリーワンな1年にしようと思います。はい、ということで唐突なんですけど、ホワイトボード出してきたんで、ここにちょっと目標を書いていこうかなと思います。はい、じゃあ見えるかな。人見知り克服したいですなんか毎年言ってるんですけど、毎年の目標になってるってことは毎年叶ってないってことなんで、去年は絶望人見知り少女っていう名前を付けられてしまったぐらい全然人見知り治ってないので、今年こそは人見知りを克服したいなー。よくなんかりみちゃんでそんなテンションちゃうやんってよく言われるんですけど、なんかりみちゃんはこう一人喋りやからまだ喋れなくて、けどやっぱ人がいると緊張しちゃうので、人見知りを今年は克服します。はい、こちらじゃん、りみ友のはサワークリンですりみ友ちゃんくんたちの輪をもっともっとこう広げていきたいなと思ってます。そう、今年こそはちょっとセーター祭をできたらいいななんてちらっと思ってて、だからこうそういう感じで、なんか私一人のイベントってあんまりしたことないから、りみ友ちゃんくんたちと一緒に会えるイベントをできたらいいななんて実はこっそり思ってて、りみ友ちゃんくんの皆さんだけで集まってこうワイワイできたらいいななんて思ってます。はい、という感じで、お話、目標のお話をしたと思うんですけど、りみちゃん的な目標というか、今年はりみちゃんでやりたいなと思ってることは、なんかずっとやりたいと思いながら、いろいろ、なんかまだできてなかったのが、ガルパの実況プレイというか、実況しながらになるか、画面だけになるかがちょっとわからへんねんけど、ガルパの動画をとりあえず、あげてくれたらなって思ってるのと、ずっと見たいですって言ってくださってて、まだ叶ってなかったのが、ベースの動画をあげたいなと思ってて、ただこう、ベースをどういう風にあげようかなとか、いろいろ考えとって、例えば ポピラジって、コーナーで、ワンフレーズっていうコーナーがあって、そことかでこうよく、ベースのこういう、ここの曲のこういうフレーズどう弾いてるのか聞きたいですとかっていうお便りをいただいたりすることとかがあって、それをこういつもはポピラジアとやっぱラジオなので口だけで説明してるので、そういう細かいところとかを動画で見せた方がわかりやすいのかなと思ったり、いろいろ考えてるので、もしこういうのが見たいですっていうのがあったら教えてもらえると嬉しいです。あとはもう全般的になんですけど、りみちゃんで今年
こういうの見てみたいなとか、あれしてこれしてあれ食べてとかでもいいですし、何々してほしいみたいなリクエストとかあったら教えてもらえると嬉しいです。こんな感じかな。ということで、2018年もゆみちゃんをよろしくお願いします。そして今年もたくさんのゆみともさん、ゆみともちゃんくんのみんなとたくさん笑いたいなと思ってますので、今年も1年ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、またね。